い、ハルオくん来て、ウサキちゃんも定位置に戻って。何ほらよ、かっこいい。いや、すごいスムーズに。違います、それ足違います。一つの片足に全部突っ込んでください。なんで？じゃあ、おさきちゃんも突っ込んでみて。早く。やだ早く。やだハロコン、受け入れるの早いんだよね。なんでそんなさ、理解能力がさ、優れてるの。はい、夜までデカパン生活。一回、一斉のせです、ほら。一斉のせ。ほら、こうなるからさ。なんか二人とも可愛らしい格好してね。ママの一言です。いい感じ。ゲームできないじゃん。無理やって。できるよ。やだよ、巻き添えしないでよ。どうやって叩かれたんだ。はい、では、今から、今、お昼。よー、スタート。ママは手助けしないので、あの2人でちゃんと協力し合って、あの物事を進めてくださいね。トイレの時だけはどうする？寝つけたまま。いやだね、あとお風呂もつけたまま。トイレの時だけは外していいことを許可します。お前のトイレどうします？なんかやりたいことあんの？メイクします。ゲームメイクだよ、メイクだよ。あ、そう言って脱げたら、まだ脱げてないよ、ほら。罰ゲームだからね。隣に目つけてもいいの？緊急してるメイクね。動かないね。お腹痛い？来ないね。緊急しろっつったじゃん。ね。いや、緊急しないで。はい、ちょっとね、今からね、TikTok を撮るということで、はい、カメラマンやります。せーの。いいんじゃない？もう一回。せーの。じゃんけん、今回は僕のミュージック。あ！ね、自分たちが難易度高くしてんじゃん。なんかラブラブ。どんだけパンツちっちゃい。どんだけかパン、普通のパンツと同じじゃん。どんだけパンツでかいの履いてんだよ、じゃあ。ね、あれば携帯も持ってこい、携帯。おお。携帯。え、ハルト絶対撮んないで。どうやって？何言ってもちょっと。俺ら鼻息の風どう？涼しい。生温かい。こんな仲いい兄弟いるんだね。中3と中1で。それいらない。ごめん、いらないその役に。普通にしてほしい。ごめんね、ごめん、いらないから。もちろん、プリンセス。それで、エナちゃん、よくしゃべりする。アイナちゃんは、そうなの。もうおかしいでしょ？人気やでくさ。じゃあ来るまで待ちます。はい。早くピンポン切れちゃう。はい、これ言ったらどうしよう、恥ずかしい。せーの。はい、よいしょ。ね、マジで近づくな。プライベートゾーン触んな、お前。プライベートゾーンって言い方やめて。じゃ食べます。来ました、やっと、うん、コアラ持ってきます。やだ、ね、もう動きたくない、動きたくない。お願い、コアラ、コアラ、お願い、もうお願い、やだ、取りに行かないで。誰かコアラお願い。誰か。ナイス、ナイス、うーちゃん、ナイス。あら、これなんと。じゃ食べましょう。はい、うーちゃんが取る。違うよ、ここじゃないよ。どこ？真ん中。
まだ。ありがとう。いや。いただきます。うまい。じゃあ私の部屋戻りますか。ゲームしましょう。やだです。これはゲームです。やだ。じゃあ私こっちの部屋行くね。いいじゃん。だってさ、俺さ、おさっきのやつをやらせてあげたんだよメイク。俺は暇。いやいや足踏むな。動くんじゃねえよお前。うまそう。ねえ最悪。ねえ、ねえ、この人終わらせたんだけど、こんなに至近距離で。マジでやばいよお前やってること。いや本当に嫌なんだけど。マジでくそ。はい、今からね、おさきちゃんとやっていけると思います。ちょっとしょうがない、ハルオくんがやりたいって言うからしょうがなくやっていきます。ちょっと待ってね、天下のおさき様が。場所、はい、場所行こうか。やばい死ぬ。ねえねえねえ死ぬ。あ死ぬな。死ぬて死ぬて死ぬて。勝手に死ぬんじゃない。死ぬて死ぬて。あ死んだ。よし、じゃあもうやめよう。もう飽きたゲーム。いっせーのーせ。慣れてきたね。誰が。あ入れた。ここまで開けてんじゃん。すごい大変そうだね。無理。こんなんいやしてよ。狭いんだもん。ね、デカパンじゃないの、骨折。じゃあ今からミッションを与えます。ダンボール大量にあるので、ダンボールのゴミ捨てを言ってくれたら、じゃあ9時ぐらいの予定を1時間早めてあげます。終わる時間を。じゃあ早くしてよ。もうでもこれバレたら、ね、落ちる落ちる。セーフセーフセーフ。いいセーフ。じゃあこのミッション受けますか受けませんか。受けます。かなりみたいな人思うな。見えないかよ。はい、おかえり。ミッション成功したので1時間短縮決定でございます。イエーイ。あと2時間です。何にも やることないんだったらさ、もう勉強すれば。夏休みの課題出されたんでしょ。もう終わらせちゃえば。ちょっとママに言われたので仕方なく宿題をしたいと思います。私は国語の課題の俳句作りをします。数学の宿題をやりたいと思います。じゃあはい、俳句考えて。え、夏の俳句、はい、パパ考えて。夕焼けや私の心を照らすかな。どう。金魚と踊る朝は私やでよ。金魚と踊る朝は私もの。どこが俳句なの。風鈴や、はい、風鈴やいきます。風鈴や夏風に吹かれ騒ぐよ。ね、季語2個入れちゃダメだから。ママ1句思いつきました。はい。ひまわりの向いてる先には、向いてる先には青い空。いいね。それ採用。ありがとうございます。じゃめっちゃ上向いてるってことになるやん。ひまわりが生たまんごん。生たまんごん。同じ学校の人絶対パクんないでね。自分でちゃんと宿題しな。いやいやいや、お前。ひまわりの。何ひまわりで固定すんだよお前。確かに。風鈴の音とともにスイカ食べるよ。どう。嘆いてよ。はい、これ来た。これ絶対金賞だろ。ひまわりの目に映るのは青い空。来た来た来た。金魚とね踊ってみたいよこんばんは。どうだった。デカパン生活楽しかった。一人でもない。めっちゃ楽しかった。今後もやりたい。やっぱり、うん、手錠生活やったじゃん、うん、前に、うん、それよりきつかった。でもさ、二人ともさ自己中だったよね、うん、うん。どっちも合わせようとしてなかった、ね、だってやりたいことあるもん。こっちは俺もある優位。視聴者の方は、いや結局仲いいんじゃんと思ったと思うよ。あの状況で仲良くさせるを得ないでしょ。うん、仲良く見えざるを得ない。
まあということで、まあすごい嫌だったこの企画だってさ、身動き取れないしさ、私がさ動こうとしても春尾くんが立ち止まってたらさ、ずっとなんかお腹めっちゃ引っ張られるしさ、暑苦しいし、もう夏にやる企画じゃないこれは、ね、楽しかったね。全然楽しくなかった。あの見てるこっちはすごい楽しかった。そりゃそうだわ。あの最近2人ともなんか別々の部屋でさ、なんかさこんな2人がさ密着してさいやそんな別々だったっけ、すごいね、母親こんなに近づかないじゃん。そりゃそうでしょ、それはみんなそうでしょ、どこも、うん、いや違う違う違う、いや違う違う、ちっちゃい時は密着してたのよ、一つの DS をなんか2人でハハハって見てたりさ今はそういうのないじゃん。そうだね、確かにね。だから2人ともこうやってねくっついてる姿を見て、お母さん的にはとっても嬉しかったです。よかった、じゃあママ喜んでくれて、ね、はい、ということでこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ、お先に失礼します。あれを匂わせてしまう。